江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今日もですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、こう本編の方はないんですよ、実は。はい、今日はね、渓谷さんあんまりね、こうビシッと一本の動画で一つの話題をやるようなね、大きな記事はなかったんで、ミニニュースの方が少し多めになっております。お付き合いいただければと思います。まず最初なんですけども、やっぱりね、渓谷さんキックボードに関する話題がやっぱり毎日出てきてますね。その中でもこちら、顔が4つと、あ、これは何、顔が4つ、はい、顔が4つ、実話か。女子生徒4人電動キックボードぶら下がり逆走かという話題でございます。じゃあちょっと見ていきましょう。あ、逆走だね。これだでしょ？ 4 人、顔が4つあんの？顔が4つあんの？どうなっちゃうの？なんで4人乗ってんじゃねえかよ。な？こんな、4人乗っても動くの？あ、っていうか、小学生とかじゃないこれ。ヘルメットも被ってない。ということでね。いくつぐらいだろうね。中学生かな、小学生かな。うん。まあこんな感じで4人乗っかってて動いてると。しかも逆走と。危ないですね。はい。じゃあね、次行きたいと思います。こちら。渓谷さん、金利が高いじゃないですか。今、アメリカに追随して、まあ追随しきれてませんけれども、金利上げましたよね、結構前に。で、まあもうこれ以上上がんないっていうか、上げられないっていうかね、まあいろいろあるかもしれないですけど、こちら、まあタイトル 7% になってますけど、まあ金利がですね、日に日に上がっていると。日に日にっていうか、そう、市場のね、市場の金利はね、実質的な金利が上がっていると言ったところで、これね、細かい話はいいです。これ、この写真なり見てください。これね。これは、この 5.22% から 7.14%。ね。銀行の前にこれが貼ってあるわけですよ。これはソウルのある銀行に住宅担保貸付関連案内文が貼られている。住宅ローン金利 5.22%。ほほほほ。いやー、日本でこの記事やろうかなと思って、日本の金利見たら、ネットだと 0.何%、0.2 が一番安かったかな、変動でね。で、その次が、三菱東京だっけが 0.3%。まあ多分ネット専用ローンだと思うんですけど。いやー、渓谷さん、住宅ローン高いっすねー。これじゃ買わないだろう。だって1年に 5% 乗っかるんでしょ、やばいね。はい。じゃあ次いきます。次はね、渓谷さんのね、まあ、日常光景ですね。じゃあちょっと行ってみましょう。こちら。火事だ、火事だ。おお、もう、エロよ、もうエロい。すごいなんか嫌な煙の色ですね。建築中の建物で、火災で、上の階にいた人たちは屋上に逃げたらしいです。すごいね。うわ、嫌な色、嫌な色だな。はい、ということでね、まあ、現場もこうなるわな。はい、じゃあね、次行きたいと思います。こちら、ポン。渓谷のですね、掲示板でちょっと話題になってたことなんですけど、今日はね、ニュースというよりも、まあ、掲示板ネタもね、少しご紹介していこうかなというふうに思います。これはね、2011年の、平壌で行われた、日朝戦だそうです。
はい、じゃあ音消していきますね。音ありますんで気をつけてください。じゃあいきますよ。ちょっとだけ、はい、ということでね、まあ建国さんの方でもこれはコメントがね今304ついてますね。うん、まああのまあ昔のことなんでね、コメントは割愛しますけれども、まあやっぱりね良くないね。はい、じゃあ次行きたいと思います。こちら、はい、ということでね、じゃあですね次こちら行きたいと思います。バスの運転手、これもう日本で出てますね。乗客の首を絞めるということでね、いやこれは穏やかじゃないなと。まあ恵子さん穏やかな日あんまないけど、30代のバス運転手が遅延出発に抗議した70代の乗客の首を絞めるという事件が発生したと。バス会社側はありえないことが発生したと謝罪したということでね、おい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 と。事件が起きたバスは午前10時5分に出発予定だったが、バス運転手が同僚たちと話をしていて出発が遅れた。乗客たちが案内窓口に行って抗議をしたと。案内放送があった後、同僚たちと話していたバス運転手はやっとバスに乗ってきたと。でこれに対して70代の男性客が抗議し、バス運転手と口論が始まったと。ああまあな、まあどんぐらい遅れたんだろうな。まあ結構遅れたんでしょうな。一言これはね言わないとなって思ったんだろうね。まあこれはわかるよ、一言ぐらい言わないとね。この時バス運転手が乗客の胸ぐらをつかみバスの窓側に押し付けたと。ある目撃者は、バス運転手は抗議する乗客に対し、お前は何様か !XXX! と罵り言葉を発したということでね。そこまで言うこと？なんでそんなすぐ怒るの？なんか全然悪いこと思ってないのかね。はい。で、実際に公開された事件当時の映像を見ると、バス運転手は揉み合いの最中でも、XXX など乗客に向かって罵り言葉を発していたと。でだがバスの運転手は乗客の方が先に暴行したと主張しているというと。バス会社、まあでもあれでしょ、映像あるからですね。バス会社がバス内の防犯カメラなどで、事件の経緯を調べた後、まあ懲戒処分だって。はい、あ写真もあるね、ちょっと見てみましょうか。どういう構図？あ、後ろの座席から前の方を見たって感じか。あ、こっちが窓だね。あー、あもう取っ組み合いの喧嘩ですな。はい、じゃあね次行きたいと思いますが、今日はね、まだありますんで、こちら、前半としてここで切らせていただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。